今日も外から帰ってきました。今日も一日かけて家の内覧をしてきました。今日は日本人の方が家主の家を2軒と、あとはネイティブの現地の方が管理している家を1軒、全部で3軒見てきました。返事が来た順にスケジュールに入れてたんですけど、結構今日はあっち行ったりこっち行ったり電車で動き回ったので、まあ、その間にお昼ご飯を食べたりして、結構疲れました。まあ、今日内覧していて、結構自分が妥協してもいいかもしれないと思うポイントと、ここは譲れないというポイントが結構見えてくるようになってきました。もう結構回ったので、もうあと1日2日ぐらいで決めれればいいかなと思っています。今まだ仕事をしていない状態で、結構時間があるから良かったんですけど、これもし仕事が先に始まっていたら内覧を休みの日にすることになるんですが、結構大変だっただろうなと思って、まあ、仕事が決まらないうちに内覧に行っておいた方がいいのかなというふうに思いました。まだロンドンの地下鉄の路線図が頭に入っていないので、どこに行くにも調べなくてはならないので結構大変でした。今日は日本人がオーナーをやっているお家に行ってきたので、結構日本語を喋る一日になりました。家以外の情報とかも話すことができたので、有益な一日だったかなと思います。では今日はこの辺で終了したいと思います。